キットマン北海道探索チャンネル、今回は札幌で最近解体された建物、塗装が変更された建物でございます。ご覧ください。まずは大通公園6丁目ステージ、こちらは解体ではなく改修工事でございます。大通公園6丁目というのは戦後はバレーボールコートやテニスコートがありました。その後に作られたステージなので現時点で50年ぐらいは経っているのではないでしょうか。続きまして24軒駅付近を見てみましょう。いつの間にかなくなっていた八百屋さんがあるんですけれども、いつの間にか解体されていました。さらに24軒駅の近くなんですけれども、こちらの丸宇水産というこちらの昭和らしい素敵な建物があったんですが、こちらも解体されてありません。さらに丸山整形外科の隣の建造物もいつの間にか解体されていました。薬の処方箋の薬局だったんですが、そんなに古くないんですけれどもね、こちらの一軒家と一緒に解体されました。続きまして丸山公園駅の隣にあります、駐車場、こちらも解体されました。その隣に喫茶だったかな、喫茶店もあったんですけれども、そちらの建物、こちらの建物も現在解体されてありません。どうやらマンションが建つそうです。さらに丸山方面です。すでに新しい建物が建っているんですが、この建物はマンションですね。以前は居酒屋さんがありました。住宅街の中の静かなところにある居酒屋感のあるね、穴場的な居酒屋さんでした。そしてパーラー太陽宮の森店の跡地です。もうすでにほとんど更地に近い状態になっています。解体するの早いですね。続きまして路面電車が走っている江南小学校前という駅があるんですが、そこの近くに歩道橋があるんですね。その歩道橋も現在改修及び塗装変更をしているそうです。このように木でしっかり覆われています。番外編です。北連ショップ中野沢店、車で運転していた方がブレーキとアクセルを間違えて激突してしまったということで、この姿は見納めとなります。窓ガラス早く届くといいですね。さらにたぬき工事の裏側から見てるんですけれども、以前ウィンズ競馬場の馬券を売っているところがこうあったんですけれども、綺麗に更地になっている状態でございます。北35条東1丁目にあるいすず車両センターです。すでに解体されてるんですが、かまぼこ型のこちらの施設がありました。そろそろなくなるんじゃないかなと思って目はつけていました。だんだん片付けられていくので、そろそろ解体されるのかなと思ってました。白石区にあるいすずの施設も解体されました。これは前回、投稿しましたね。ススキノの元スラッガーズにある、周辺のビルも解体されました。グリーンビルなんかが主に解体されました。スラッガーズとビル3棟かな、なので4つぐらいの建造物が一気に解体されたことになります。第7、第6グリーンビル、2つのグリーンビルともう1つレンガ調のこちらの建物ですね、解体されました。どんどん変わっていきますね。おそらく北海道新幹線が札幌に来るまでに解体されるであろうススキノのビルっていうのを目をつけてるんですが、まあ解体する前にこれ解体しますよっていうのはさすがにね、それは失礼なので、解体中か解体された後に動画にしようと思っております。ありがとうございました。シリーズ化しちゃいましたね、解体シリーズ。